皆様こんにちは。本日はアドベンチャーワールドをお迎えしまして誠にありがとうございます。10時30分になりましたので、サーフィンとヨーフィンのメイクアップタイムを行います。ニコンには大好きなのかミルクを与えていきます。現在ライブを見ておりますのが妹のヨーフィン、台の下を歩いておりますのがお兄さんのカーフィンです。ニコンを持ってミルクを与えていきます。現在ニコンは1日に3杯ミルクを飲んでおります。1回に約400ミリリットルほどのミルクを飲んでおります。上手やな。ハイヒーと用品のミルクを飲むスピードにぜひ注目してみてください。お兄さんのカーフィンと妹の用品ではミルクを飲むスピードです。お兄さんの鍵はとても飲むのが上手でして、今度数分で飲み干してしまいますが、妹のようにとてもマイペースな性格もありまして、飲むとゆっくり飲むペースで飲んでいきます。ですので鍵より3倍の時間が1分かかってしまうです。ですのでお兄さんの鍵、自分の魅力は妹のようにとてもお兄さんの魅力をちょっと無理にしてしまう傾向があります。何の話がある間にもお兄さんの鍵を飲めるとで、妹の分を取りに行ってしまわないようにスタッフは、次に大好きなリンゴで用意しています。皆さんは試食として酒を食べておりますが、世界品と用品、大人のパンダでもリンゴと人参、あとは動物用のビスケットがとても大好きなんです。世界品と用品もそれぞれリンゴがとても大好物です。最近では実はミルクを飲む量を1つ減らそうと言われて、ミルクの大人と同じ酒をたくさん飲めるように変わっていっております。さっきのように現在低温の頃ごろ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 しているのが、ふっくり汗かけると1歳を過ぎた頃からおばあちゃんと別